ルモイ駅は、北海道ルモイ市船場町2丁目にある、北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である、北海道北部の西海岸、ルモイ新港局の中心都市、ルモイ市の中心駅。現在では、ルモイ本線の終着駅であるが、ルモイ本線は2016年まで、マシケ駅まで通じており、それ以前は、日本国有鉄道ハボロ線や手塩ン港鉄道線、 ルモイ鉄道臨行線も分岐する拠点であった。JR 線において、ルで始まる駅は当駅とルベシベキのみとなっており、私鉄、第三セクター線には存在しない。1977年のルモイ駅とルモイ港周囲、約 2.5km 範囲。右が、深川方面。左下が、マシュケ方面。上が、ハボロ線ハボロ方面。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 ルルモペルルモペから転化したもの、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である、朝の1本を除いて、駅舎側の1番ホームを使用する。ホーム間の移動は、古戦橋を使う。現在の駅舎は、ハボロ線とのターミナルあった1967年に建て替えられたもので、近隣の深川駅などと、同規模のコンコース、待合室を有している。 1987年の羽幌線廃止までは4.5番線が存在し、ルモイ港方向へ長く伸びていた。また、1番線と2番線の間に渡り線を有していたが、現在は西側の天鉄機が撤去され引き込み線化されている。ルモイ丹田の核炭港から産出される石炭の積み出し港として栄えたルモイ港との間にルモイ鉄道と共に、 広大な留置線と多数の貨物側線、転車台を有していたが、ルモイ鉄道、ハボロ線廃止後は、遊休地となっていた。2007年度より、貨物側線後、ハボロ線ホーム跡の公園化が、ルモイ市によって着手され、2016年4月に、交流施設とドライブインを兼ねた、船場公園として、全面供用されている。なお、古戦橋とニワンホームは公園への自由通路としての、 通行も可能である。2016年12月5日に廃止された、当駅増し系駅間がスタッフ閉塞であったことから、運転担当社員が終日配置されている。緑の窓口と改札業務は営業担当社員が、勤務する7時50分から16時20分のみの、開設で、時間外は、無人駅扱いとなる。トラベルセンターを併設する。毛が増えるということで縁起物ギップとして知られていた。 マシケ駅の貢献入場券も、同駅廃止前日まで販売を行っていた。駅舎は、1967年11月15日に、落成した2代目のもので、鉄筋コンクリート作り2階建て約1737平方メートルあったが、1988年に、久しを取り壊したため、約1640平方メートルとなっている。当時、約2億円の鉄道利用債を、 ルモイ市が引き受けて建設された市民の駅であった新聞1町合室内に立ち食いそばうどん店屋があり改札房にはルモイ市の特産である数の子のオブジェや SL 鈴ラン号のヘッドマークルモイ鉄道新雨流駅の運賃表などルモイ本線沿線にまつわる資料が展示されている新聞8 1998年春から2000年2月にかけて、恵比島駅を中心に断続的に撮影が行われ、蒸気機関車の方向転換のために、ルモイ駅へを往来していた、スズランにちなみ、ドラマ放映と映画版公開が行われた1999年から2000年に、かけては、同作出演者と明日、モエ駅舎を描いた、高さ2回分の巨大な映画看板が、駅舎壁面に掲げられていた。 駅弁として、ニシン親子が販売されている。1987年の羽幌線廃止に伴って、駅弁は消滅したが、2003年、閉店予定だった、駅そば屋と共に営業券を買収した、北海コーポレーションが、新たに駅弁を開発し16年ぶりに駅弁が、復活した、新聞級、ルモイの特産品である数の子とニシンを贅沢に、使っており、作り置きができないため、 完全受注生産品である。また、駅そば屋では、ルモイ名物の二芯そばが提供されている。名称、旧石、観光公共施設産業分教施設郵便局、金融機関交通など沿岸バス、ルモイ駅前待合所北海道中央バス、ルモイターミナル沿岸バス、ルモイ駅前停留所を設置。一乗り場に隣接して、沿岸バスが待合室と発見窓口を設置しており、 回数券や定期券を取り扱う、高速バス、特急は、ボロ号については、回数券の販売と、高速経由便の予約受付、変更のみ行っている、北海道中央バスと保護分の位置に、ルモイターミナルを設置、高速バスを運行、パークライド駐車場を備える、このほかかつて破天鉄バスの小平町立布の軸への路線も、 駅前に発着していたが2014年10月に廃止された、北海道旅客鉄道ルモイ本線上り 4920p4926d 峠下駅、ルモイ駅長期以外の列車を話題駅るモイ駅、打ち消し線は、廃止信号上北海道旅客鉄道ルモイ、本線廃止部分ルモイ駅、瀬戸駅日本国有鉄道羽ロ線ルモイ駅三泊駅、ルモイ駅に関するカテゴリー、 ありがとうございます。